バター醤油ご飯バター醤油ご飯は、白飯にバターを乗せ、醤油をかけて食べるシンプルな料理である。似た名前の料理にバターライスがあるが、これは、バターと共に米を加熱調理するものであり、炊き上げた飯にバターを乗せる、バターご飯とは異なる。トッピングとして鰹節、海苔、タラコなどを混ぜても美味。バターはマーガリンで代用することも可能だが、シンプルな料理のため、できれば、 風味に優れるバターを使用するのが望ましい。また、冷めてバターが固まると大きく食味が落ちるので熱いうちに食べるべき料理である。栄養成分としては脂質や糖質を多く含むためカロリーが高く、安く、美味しく、簡単にできる料理として人気がある。2012年末にグーランキングで実施された年末年始にお金を使いすぎた人のための 本当に美味しい貧乏飯ランキングでは1位を記録した。特に北海道で食されており、昭和時代にはごちそうだったという。北海道で好まれる理由は、1926年に北海道でバターの工業生産が始まった際、当時は洋風の文化がまだ浸透していなかったことから、バターの手軽な食べ方として広まったとの説や、 かつて北方民族が欠如しがちな脂肪分を補うためにバターライスを用いていたことからその流れで北海道ではバター醤油ご飯が食べられるようになったとの推測などがある。卵かけご飯のために発売されている卵かけご飯専用醤油と同様バター醤油ご飯のためにも群馬県の老舗醤油蔵元有田屋から専用醤油バタ飯醤油が発売されている。 濃い口の醤油にみりんと料理酒を加えて味を整えたもので単品では甘みがあり塩気が少ないがバター醤油ご飯に用いることでバターの塩分と合わさり全体として美味しく食べられるよう考慮されている。ありがとうございます。